テミスト・オクレ・ソレーラテミスト・オクレ・ソレエラは、イタリアのオペラ台本作家並びに作曲家である。ジュゼッペ・ベルディ最初期の数作品の台本を提供したことで知られ、その中でも、ナブッコは、ベルディの出世作となった。ソレーラの生涯は、カサノバの冒険譚を読むように起伏に富んでいる。彼は1815年フェラーラに生まれた。父親が政治犯として習慣され、彼は、 ウィーンにある、寄宿学校に入校させられたがそこを脱走。旅回りのサーカス一座に加わったり、ハンガリーの警察当局に逮捕されるなどした後、1838年頃までには、ミラノに落ち着く。台本作家として、スカラザの支配人、バルトロメオメレッティに認められ、1839年には、彼の依頼により、ジュゼッペベルディの諸女作、オベルトの台本を作成し、 同作は1839年に、スカラザで初演された。その後は、ナブッコ、十字軍のロンバルディア人、ジョバンナ・ダルコの台本をベルディに提供している。うち、ナブッコはその力強いドラマ展開、有名な合唱シーンなどによって、成果を収め、ベルディの出世作となった。また同じ頃オペラの作曲にも手を染め、彼自身の台本に基づく、諸女作曲作、 イルデゴンダイルドガンダは、オベルト初演の4ヶ月後、1840年3月20日に、やはりスカラザで初演されている。オベルトは、アントニオ・ピアッツァ作、ロジスターにわずかに手を加えたのみ、ナブッコはフランス語版の儀曲及びそれに基づく、バレエ音楽からの表説すれすれの釈用、との説も有力だし、自身の、イルデゴンダも、詩、曲ともに、 完全なオリジナルでない可能性もあるとされるが、劇場効果をよく心得たそれらのドラマはこの時代のベルディのともすればソヤに響くほど豪快な音楽とうまくマッチしていたのは疑いのないところである。それらはベルディにとっての第9作となるアッティラを作成していた1845年10月頃、それを中途で放棄したまま妻のオペラ歌手テレサロスミーナと共に、 ミラノからマドリッドに逃亡する。妻とスカラザ常連客との不和が原因とも、ソレらラ自身の釈罪を踏み倒す目的とも伝えられる。ベルディは、アッティラ未完の、第三幕をピアーベに完成させ、ソレらラに対しては、この不始末を修正許すことはなかったという。ソレらラは、その後、マドリッド歌劇場の支配人となり罪をなし、スペイン宮廷に入り込み女王イサベル2世の、 愛人として、宮廷政治に関与、ミラノに戻り宗教雑誌の編集者となり、ナポレオン三世、サルデーニャ王国の最小カミッドカブール、及びエジプト総督、サイドパシャ、イスマーイールパシャの間の連絡の密使として、活躍したという。そのまま数本の自作オペラ、他作曲家への台本を表している。やがて、エジプトでの警察機構の近代化に貢献した後、 フィレンツェに戻っては骨董賞として活動したが、最後はミラノで貧困のうちに没したという、ありがとうございます。